everybody and good morning and every and body. どうも、皆さん、今日から皆さんに1年間英語を教えることになりました。太平ガロ先生です。ガロ先生と呼んでください。新今宮から来ました。Repeat after me. 新今宮。はい。もっと英語っぽく。新今宮。はい。皆さんに英語に親しんでもらいます。英語に親しんでもらいます。嫌というほど英語に親しんでもらいます。呆れるほど英語に親しんでもらいます。もうババチビるほど英語に親しんでもらいます。英語難しいと思ってませんか？英語なんて言葉なんだ、やれば誰だってできるようになる。じゃあいつやるの？今でしょ。育国良師匠は今でしょ。では先に出席取りましょうか。英語なんて後でいいんです。もう英語なんか後でやりますから先に出席取ります。田宮明、はい。田宮一郎、はい。田宮金属加工工業、誰が君が、なんで法人が混じっとる。田宮新人、はい。田宮ばかりやないか、お前ばかりやないか。模型やか、ここは。まあしょうがないな、名前やからな。皆さん、英語というのは最重要科目です。いいですか？英語というのはもう厳しくいきます。英語というのは、少しのケアレスミス、リピートアフターミー、ケアレスミス、はい。誰がエアロスミスやね。似てると言われるけんども、俺のハートはめっちゃ熱いんやけんども、いいですか？英語というのは、厳しくいきます。ビシバシいきます。英語のテストで40点以下取ったものは感謝します。リペートアートに感謝します。もう呆れるほど感謝します。もう嫌というほど感謝します。では教科書開いてください。いきますよ。 I love you I love you。 これは日本語にすると、私は辞める時も健やかなる時もあなたを慈しみ、そして愛することを誓いますという重い言葉です。いいですか？人を愛するということは、おい民は何やってたお前は、お消しゴムを買ったナイフで切り刻むんでない。お前民はバカ者、バカ者、バカ者、物を狭すにするんじゃない。チョークはいいんだ、チョークを振るんだ。民は、お前みたいなやつは、お前みたいなやつはどこ行け。I love you。 だから愛は私。おいおい、なんで誰もいないんだ。おい、どうなってんだ。俺が出てけって言ったのはタミヤだけだ。あ、みんなタミヤやった。どうもありがとうございました。はい、じゃあ以上です。登録してね。